こんにちは、サードラです。今回はこの右下のアイテムポーチですね、ここの編集の仕方についてつまずく方が多いみたいなので、そちらのご紹介をさせていただこうかなと思います。で、このアイテムポーチの内容の編集ですね、おそらく最初にやろうっていうふうに思うのが、三つ星団員になった時にスーパーボールが作れるようになるので、まあスーパーボールをアイテムポーチに入れたいっていう時につまずく方多いかなと思うんですが、編集をする場合がこちらですね、銀河団アジトから右側に出ていただくとクラフト屋があります。で、一応ここでクラフトのアイテムを買ったりとかもできるようにはなってるんですが、この隣ですね、ここでクラフト台があるので、クラフトをできます。で、ここでアイテムポーチの編集ができるようになっていまして、ZRZL ですね、これでクラフトとアイテムポーチの編集っていうのを切り替えることができるようになっております。なので、ZR でアイテムポーチ編集画面に入っていただいて、ここで、道具箱へ移動をしたりとか、逆に道具箱にクラフトで作ったアイテムが入ってる場合は、これを、まあ、ポーチへ移動で9個とかやって入れたりっていうことができるようになってますので、僕も最初スーパーボールクラフトで作ったはいいけど、どうやってポーチに入れるんだろうっていうのでかなり手こずってしまったので、もし同じところでつまずいてる方がいれば参考になると嬉しいです。これからもレジェンザルセウスの動画ガンガン上げていきますので、レジェンザルセウスでプレイしてる方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。バイバイ。